手は町の活動写真館のオーケストラでセロを弾いていました。けれども仲間の楽団員の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで今度の町の音楽会で演奏する第六交響曲の練習をしていました。ダメだ、セロが遅れた。3小節目からやり直し。もう一度。セロ、音程が悪い。困るなあ。僕は君にドレミファから教えてる暇はないんだがな。実は、ゴーシュはセロが上手くない上に、彼のセロ自体も、ずいぶん古くておんぼろなのでした。ダメだ、ダメだ。もう一度。3、4。ああ、ダメだ、まるでなっていない。ダメだ、できていない。とーてて、とーてて。ダメだ、できていないぞ。おい、ゴーシュ君、勘弁してくれよ。演奏に全く気持ちがこもっていない。ここはどんな表現起こる？笑う。君は同じ表現起こらない。笑わない。ほどけてる靴ひものように。みんな合わないんだ。本番まで10日しかないぞ。困るな。できていないぞ。では休憩。みんなはお辞儀をしてどこかへ出て行きました。ゴーシュはその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いてポロポロ涙をこぼしましたが、気を取り直してたった一人、もう一度静かに練習を始めました。その晩遅く、ゴーシュは町外れの川沿いにある彼のセロと同じくらい壊れて、おんぼろの自分の家へ帰ってきました。おんぼろ水車小屋に住み、おんぼろ彼はまた一つ涙をこぼした後、まるで何かに取りつかれたようにセロの練習を始めました。弾いては考え、考えては弾き、何回も何回もゴー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 弾き続けました。とっくに夜中も過ぎ、疲れ果てた彼は今にも倒れそうでした。ダ
誰だ？こんな時間に。スーッとドアを押して入ってきたのは、何度か見かけたことのある大きな三毛猫でした。ああ、重かった。差し入れのトマトです。食べてください。誰がそんなことを頼んだ。大体俺の畑のトマトじゃないか。出て行け。まあまあ先生、何か引いてくださいよ。聞いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。そんなこと言わずにお願いしますよ。ああ、私はどうも先生の音楽を聴かないと眠れないんです。なんだと？怒ったゴーシュは調子っぱずれの曲を大音量で弾き始めました。どうだ、これでも帰らないか。なんですか、この曲は。意味が痛い。猫は慌てて逃げようとドアに体当たりしましたが、びくともしません。先生、もうたくさんです。お願いですか、やめてください。出て行け。猫は風のように闇の中を走って逃げていきました。ゴーシュはちょっと笑うと、やっとせいせいしたと、ぐっすり眠りました。次の晩もゴーシュは夕べの通り、ぐんぐんセロを弾き始めました。12時はとうに過ぎ、もう何時かもわからず、ゴーゴーやっていますと、猫め、まだ懲りないのか。するといきなり天井の穴からポロンと音がして、カッコウが降りてきました。今夜は鳥か。何の用だ。音楽を教わりたいのです。音楽だと？お前はカッコウカッコウとただ泣いているだけじゃないか。ところがそれが難しいんです。例えばカッコーと泣くのとカッコーと泣くのとでは全然違うでしょ。違わないね。ではあなたにはわからないんです。私たちはカッコーと1万回泣けばそれぞれ全部違うんです。知るもんか。帰ってくれ。いいえ、私はドレミファを正確に練習したいんです。先生、どうか教えてください。うるさいな。なら三遍だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。違います、違います、そうじゃないんです。うるさいな。じゃあやってみろよ。カッコー
なんだい、それがドレミファかい。つまりこうだろ。ありがとうございます。かっこ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 。かっこは一生懸命体を曲げていつまでも歌います。ゴーシュはとうとう手が痛くなって、こら、いい加減にしないか、もう帰れ。どうかもう一度だけ。あなたのは少し違うんです。なんだと偉そうに。帰らんか。どうかもう一遍だけお願いです。まいったな。かっこ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 。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、ふっとなんだかこれは鳥の方が本当のドレミファなのかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほどカッコーの方がいいような気がするのでした。なぜやめたんですか？僕らはどんな育児のないやつでも喉から血が出るまで諦めないんですよ。黙れ、出て行け。出て行かんと焼き鳥にして食ってしまうぞ。するとカッコはびっくりしていきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶっつけて下へ落ちました。窓は閉まってるんだぞ、無茶するな。ゴーシュは慌てて窓を開けようとしましたが、すぐにまたカッコがバッと窓にぶつかって下へ落ちました。くちばしから血が出ています。今開けてやるから待っていろ。おんぼろの窓はなかなか開きません。カッコはまた起き上がって、何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つめて、あらん限りの力を込めてパッと飛び立ちました。ゴーシュは思わず窓を蹴飛ばしました。ガラスがものすごい音をして砕けました。そしてカッコが矢のように外へ飛び出しました。どこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。次の晩もゴーシュが夜中過ぎまでセロを引いていますと、扉をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても脅かして追い払ってやろうと待ち構えておりますと、扉が少し開いて入ってきたのは一匹のタヌキの子でした。おい、
お前をタヌキ汁にしてやろうか。タヌキ汁って僕知らない。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出しそうになりましたが、まだ無理に怖い顔をして、タヌキ汁というのはな、タヌキをキャベツや塩と混ぜてグツグツ煮たスープのことだ。怖いだろう。ううん、だってお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから習ってこいと言ったよ。何を習えと言ったんだ。僕もセロの係でね、ゴーシュさんに教えてほしいんです。楽譜を持ってきました。よし、僕が弾いてやるから、その後同じように弾くんだぞ。します。ゴーシュさんはこの2番目の糸を引くときにいつも遅れますね。ゴーシュははっとしました。確かにその糸は思ったように音が素早くならないような気がしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセロはオンボロなんだよ。どこが悪いんだろうなぁ。もう一遍弾いてくれますか。いいとも。開けちゃった。あ、どうもありがとう。タヌキの子は慌ててお辞儀をして帰ってしまいました。ゴーシュはしばらくぼんやりしておりましたが、急いでベッドへ潜り込みました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを弾いて、思わず疲れてうっとうとしていました。お入り。ちょろちょろっと入ってきたのは野ネズミの親子でした。野ネズミの子供と来たらまるで消しゴムくらいに小さいので、ゴーシは思わず笑いました。野ネズミは何を笑われたんだろうとキョロキョロしながらゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒前に置いて、ちゃんとお辞儀をして、先生、この子の具合が悪くて死にそうでございます。なんとか治してやってくださいまし。おいおい、俺は医者じゃないんだぞ。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生のおかげで。ウサギのおばあさんも治りましたし、タヌキのお父さんも治りましたし、あんなに意地悪な
けはお助けいただけないとは、なんとも悲しいことでございます。おいおい、それは何かの間違いだよ。僕はミミズクの病気なんて治してやったことはないからな。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。ああ、さっきまであれほどこうこう引いておいでになったのに、私たちが来た途端もう聞かせてくださらないなんて。なんだと？僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治るだと？どうしてだ？はい、このあたりのものは病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。体中とても血の巡りが良くなって元気になるんです。俺のセロがゴーゴー響くと、それが血行を良くしてお前たちの病気が治るわけか。よし、分かったよ、やってやろう。セロが鳴っている間中、ずっと子ネズミは目をつぶってブル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 震えていましたが、母親の声を聞いた途端、起き上がって元気に走り出しました。はあ、よくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おい、お前たちはパンは食べるか？これ持ってお帰り。パンまでもらった野ネズミはもう涙で顔をくしゃくしゃにして泣いたり笑ったりお辞儀をしたりしてから、大事そうにパンをくわえて外へ出ていきました。ネズミと話をするのもなかなか疲れるもんだな。ゴーシュはベッドへどっかり倒れて、すぐぐーぐー眠ってしまいました。それから6日目のコンサートの晩でした。オーケストラの人たちはみんな上機嫌で舞台から控え室へ引き上げてきました。演奏は大成功だったのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっています。
学長はポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというようにのそのそ歩き回っていましたが、本当は嬉しさでいっぱいなのでした。司会者が控え室に入ってきました。アンコールが止まりません。何か一曲お願いできませんか。いけませんな。ベートーベンの後に何を演奏しても満足なんてできっこない。では学長さん、せめて一言挨拶してください。ダメだ。ああ、おいゴーシュ君、何か弾いてきてくれ。私一人でですか。そうだ、行きたまえ。オーケストラのみんなもセロを無理やりゴーシュに持たせて舞台へと押し出してしまいました。大勢の観客を前に彼は困り果てましたが、すぐに意を決して、どこまで僕をバカにするんだ。うん、よし、見ていろ。あるとゴーシュはもう客席など見向きもせず楽屋へ逃げ込みました。オーケストラのみんなが全員顔をこっちへ向けてゴーシュを見ましたが、別にバカにして笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だな、ゴーシュは思いました。すると学長が近づいてきて、ゴーシュ君、よかったぞ。なんだ、やればできるんじゃないか。驚いた、みんな目を丸くしたぞ。10日前と比べたら別人だ。本気にさえなったら人間って何でもできるもんだな。輝く我が音楽団に君は欠かせないぞ。輝く我が音楽団は安泰だ。こりゃ愉快だぞ。オーケストラの仲間もみんな笑顔で褒めてくれました。その晩遅く、ゴーシュは自分の家へ帰ってきました。明かりをつけた後、窓を開けて、いつか格好の飛んでいった遠くの空を眺めながら、はあ、格好、あの時はすまなかったな。僕は別に怒ったわけじゃなかったんだ。
ロニカ堂のチャンネルロニカ。この番組は作曲、脚本、演出、中村健一、歌と朗読、作詞は私松本明美でお送りいたしました。